いやー乱世乱世どうもミスター武将でございます本日は光る君へ登場人物解説藤原の道綱編でございますはい光る君へではね上地さんが演じていていやーたまらないですねあのおバカな感じが <laughs> おバカな感じがたまらないんですけどもこの藤原の道綱まあ非常にですね、えー、後世の人たちの評判の悪いまあ無能無能と言われている人物でございますまあとは言ってもですね、えー、歴史に名を残しているわけですから 能力が優れていてねすごい偉人が歴史に名前を残すのは当たり前のことですけども逆に無能な人間として世に名を残すっていうのはですねこれは多分あのすごいことと思うんですよある意味ね、うん、なのでなぜ彼がですねそんなまあ無能と呼ばれるようになってしまったのか一体、えー、歴史上の道綱はどんな人物だったのかというのをね今回話していきたいと思いますこれを知った上でドラマを見ていくとねより楽しくなるかもしれませんので是非最後までご覧ください。それででは行きまましょう藤原の,三つさんの解説でございます さあこの藤原の道綱、まあ、本人よりもお母さんの方がですね、まあ、有名かもしれません「えー、道綱母」とね言われておりますけれどもこの藤原道綱の母は「かげろう日記」という、えー、日記を書いた人物ですね。 はいえー、自分の夫藤原の兼家、えー、つまり光綱のお父さんですね兼、えー、家との、まあ、結婚生活をですねいろいろとぐちぐちと <laughs> 書いている日記でございますまあ兼家はねすごい時の権力者にはなったけども、まあ、女癖が悪くてですねいろんなところに、えー、妻を作ってですね遊びに行ってて全然自分の相手をしてくれないとでこの光綱のお母さんもですね、えー、後世には非常に美人だったと言われていて、えー、でしかもお生まれもですねそんなに悪くない、えー、頭領の娘ですからね身分もそんなに低い 低かったわけじゃないんですけど、それでもですね、えー、その北の方、あつまり正妻の地位を時姫ひ、えー、というね別の女性に奪われてしまったことで、まあね、えー、私は辛い、私はこんなに辛いんだってねいうことを書いてるのがまあこの影楼日記なんですけども、まあその中にですねこの三実な母の心の拠り所として金与、えー、との間にできたあ男子三実、えー、なの名前がもうたくさん出てきます。三実なの話もいっぱい出てきますね。 その夫に対してねいろいろぐちぐち文句あるけどでも道綱がね、えー、いるとね癒されるみたいなね「私はもう本当にこんなね辛い境遇にいるからもう提発して出家しちゃおうかな」みたいな、ね、ことを言ったらああ道綱がね泣きながら「母上が出家するというなら私もそうになります」なんてねいう風に言って引き留めてくれたなんていう話も書いてますね。はい、その時に道綱17歳とかですからね17歳の息子が泣きながらあの母親にねそんな風に言ってくるっていうのは、うん、ちょっとどうなんだろうっていう風に思いますけども。 はい。まあ、実際、この、お、陽炎日記の中ではですね、この道綱の母は道綱のことをですね、えー、幼き人と書いてます。もうちゃんと元服して、まあ、つまり、もう成人式をね、迎えているような息子にもかかわらず、幼き人がやってきたみたいな感じで書いて,てまして、道綱のことを、子供扱いしてるんですよね。で、しかも、こう、恋愛の面倒まで見てます。道綱の恋の話っていうのは、この陽炎日記載ってるんですよ。嫌すぎる。 母親に自分の恋愛のこととか相談したくないわって思うんですけど、<laughs> 当時は普通だったんですかね？ちょっとわかんないんですけど、かなり未知数の恋愛の面倒を見ていて、道さんが一生懸命、その自分の好きな相手にまあ、恋文を送るんですけど、まお、あ、そらくその恋文をこの多分、お母さんね。未知な母が歌のね。上手い人ですから、考えてあげていたんじゃないか、代作をしてあげていたんじゃないかと言われています。いやすぎるよ。 いくらお母さんがその歌の名詞だからってねその文章を書くの上手いからって言ってお母さんにラブレターちょっと代わりに書いてよっていうのはちょっとキモいですけどね <laughs> まあそんなことが、まあ、一応ねこの道綱がその弓矢のね大会でちょっと活躍しましたよみたいなね めめちゃめちゃゃそのもう絶対勝てないだろうって言われてたチームを引き分けまで持ってったみたいなね道綱すごいみたいな話も書いてたりしますけどまあこの親ばかっぷりを見るとねなんかそれもあの運動会で息子がねすごい活躍しましたって書いてるぐらいの話で、まあ、道綱を評価できるようなねあの記述じゃないのかなっていうふうに思いますけど、まあ、とにかくそんな感じで、えー、このお母さんの日記の中に出てきます。 でではあ実際のまあ歴史ですね、まあ、お母さんの目線だとすごいそのねお母さんフィルターが多分かかってますからあのすごい可愛らしくてねもういつまでも子供みたいな扱いを受けてるんだと思いますけどじゃあ実際のこの歴史の中で光さんがどんな人物だったのかねどういう経歴をたったのか見ていきましょう。さあまず二十歳の時にですね馬、えー、馬の助のををもらっていますす、はいまあ、面倒を見る仕事ですね、まあ、その時の位位階は15位の下でございます。 はいまあ、これは上級貴族の息子はね結構割と簡単につける位ですけども、まあ、普通の人たちからしたらすごいことですね十五位の下っていうのはここまで慣れない人がいっぱいいるわけですからそれはやっぱりお父さんの金家のねやっぱり位が身分が高かったからもう若くして十五位の下そして馬之助というね感触をもらっているということだと思います。で23歳の時に左衛門の二29歳の時に十五位の女坂上少将になってます。 これ、馬之助も左衛門之助もね。えー、のえ、左近衛少将も全部武漢ですね。はい、なので、まあ、剣を刀を帯びて、えー、弓を持って。 代理をね、警護したりとかするっていうのが、まあ、この道津さの仕事でした。はい、だから、まあ、運動部的な <laughs> 運動部ってあれですけどね。あの、そういう,う体を動かす方の仕事をばかりに、まあ、ついていますと。はい、そして、えー、三十二歳の時に、この時にですね、え、カの辺、えー、つまり、火山天皇が出家するというね、えー、大事件が起きています。まあ、そこで、えー、道津さはですね、その火山天皇を出家させるためのですね。理由付けとして。 ののの神器のうちの二つ剣と玉児これをですねもう次の天皇つまりまあ一条天皇ですね一条天皇のところに持っていくとまあちょっともう盗んじゃうみたいな話なんですけどねそれを持って行って火山天皇にもうあの剣も玉璽もあなたのもとにはないですから諦めてくださいというふうにね言うためのですね、まあ、布石としてこの剣と玉璽を運ぶという仕事をしてるんですよね。 で実際に火山天皇をその代理から連れ出して、ね、出家させたのは弟の道兼なんですけどもこの剣を運んだ剣と玉璽を運んだという、ね、功績が認められたのかこの時樹脂の下にに昇進してクて、はい、クロード宇宙なっいますこの「クロード」っていうのは天皇の側近の仕事ですので、まあ、ここでようやく武漢ではなくてね政務的な仕事に就いています。 まあどれぐらい、この仕事をこのね。道さんがやっていたかはちょっと分かりませんけども、まあここで一気に出征してるわけですね。そして翌年33歳の時にえ1 3になってるんですけどもまあこれはめちゃめちゃすごいことですね。この酸味以上っていうのは苦行って呼ばれる人たちなので、まあスーパー上級貴族になるわけなんですが、ただですね。普通まあこの1 3 m 以上に着くとですね。ま、大抵は大上官に。 になるんですよね、えー、例えば中納言とかあ大納言とか大臣とかねそういう人たちがこの三味以上の人たちが継ぐ、えー、職になるわけですけども、まあ、この時もまだ道綱は宇近衛中将宇中将のままでした。 武武のままだだったんでですすよね武漢だけという状態です、はい、にもかかわらずこの樹三味になってるっていうのはちょっとイレギュラーなところで、まあ、それはおそらくこの道綱にねそんな大納言とか中納言とかをね勤めるような能力がないけど兼、まあ、家の息子だからっていうねところでこの樹三味というね地位が与えられたんだと思います。はい、だからまあほぼ名誉色的なねことなんだと思いますけど そしてそれからですねしばらくの間は名ばかりの受賛美だったんですが37歳の時に小賛美に昇進してここでようやく賛美になっております。賛美っていうのはその神の定めっていうねこうみんなでその大臣とかそういう大上官たちが集まって今後の祭りごとどうしていこうかっていう会議ですねその会議にようやく参加できるようにここでなっています。 そして中宮権の大部っていうね役職ももらっていてまあ、これは中宮つまり天皇の妃のお世話をするよっていうまあ仕事ですねでここでまあ大きく出世したようにはま見えるんですけどもただですねこの年ですね弟たちにはもうどんどん追い抜かれています、はい、道綱はあ生まれ順で言うと道隆の下なんでまあ、次男なんですよねそうなんですけど弟の道金それから道長に抜かれちゃってるんですよね この時ですね、お兄ちゃんの道高は小二の摂政で、道綱が小三位、三儀、宇宙城。道兼は小二位で、異界で、まずこの道綱抜いちゃってます。弟なんだけどね。小二で、しかも、右大臣。さらに、宇近衛大将なので、武官としても抜かれてるし、文官としても大臣についてますから、道兼めちゃめちゃ上です。で、さらに一番下の弟、11個も下の弟の道高には、異界で言うと小三位。 なので並ばれてしまってゴン中なゴになってますね道長は三義の道綱より仕事の格でも上ですでしかも中宮大部になってますから道綱の場合ゴンの大部なので、まあ、ゴンっていうのは定員オーバーしてなってる人のことをゴンのなんとかって言うんで正式な中宮大部は道長なんですよねだからお兄ちゃんのこの道綱は予備要員的な感じでしょうねなので道長にも追い抜かれちゃってると ここで、えー、生まれによるね待遇の差っていうのが出てるんですよね金家の北の方聖祭であった時姫から生まれた兄弟たちの方があ三つなより全然上だという風な 扱いを受けていますまあ、ただこれは単純にその生まれの原因だけではなくまあ、おそらくですねまあ、後にもちょっと言いますけど未実はの能力自体に結構まあ問題があったからしょうがないのかなっていうところなんだと思いますまあ、というのもやっぱりですねその影楼日記とかを見ていても金家はまあずっと時姫の家にいるわけなんでその教育のまあ質とかいうのも変わってくるわけですよね多分金家はその道高ああ道金道長 こっちの時姫の方のね、三兄弟にはいろいろとこう、教育をしっかりしていたと思います。それに対して道綱は、たまにその、金家がね、自分家にこう遊びに来るぐらいの感じでしょうから、多分熱心に政治の話なんかね、政治の政りののことなんて教えてもらってないでしょうからね。 お母さんはすごいその文学的にはね才能のある人で、えー、多分歌とかはね道綱に対してこう教えてあげられたけど多分政治のこと政事のことっていうのは多分さすがに道綱の母でもですね教えられないと思いますんでそれはやっぱり金家に教えてもらうしかないわけですよね。でも金家は本当にたまにしか道綱の家には遊びに来ませんからあそんな機会もなかったんでしょうね。 はい、そもそもやっぱ教育のレベルの差があって道綱は全然その政治のこと分かんないから、まあ、ずーっとこの武漢だけやらされててお参議院にはなってるけどさすがにその中納言とかあ大臣みたいなことはさせられないっていうところだったんだと思います。 まあそんな弟たちに抜かれてしまった道綱だったんですが、まあ、運がいいのか、まあ、運がいいって言い方するとどうなのかなと思いますけども長徳元年にですねお兄ちゃんの道隆そして弟の道兼がですね相次いで亡くなるとですねその翌年長徳2年42歳の時に大きく出世しますついに道綱中納言になるんですねはいまあこれはもう 明らかかに道長の、まあ、お情けと言いますかねその時その道長が死んで道兼も死んで関白が不在になったので道長が一番トップの内乱、まあ、事実上の関白みたいなところになってるんですけどそこでですねこの道綱を多分自分の身内だから自分の兄だからという理由でガッと引き上げてこの中納言そして宇近衛大将というね役職を与えたんだと思います。 この朝徳元年にには道坂道金以外にもですねたくさん苦行が死んでるんででるすよねあの疫病がすごい流行っちゃったんで西来人の源重の信大納言の藤原の朝照それから同じく大納言の藤原の成時なんかもおそらく疫病で死んじゃってるんですよね。なのでその苦行たちがバタバタと倒れて、まあ、席が空いたんですよね。うん でそこで道長がトップになった道長が人事をして、まあ、道綱は能力はないけど、まあ、席も空いてるし入れられるだろうということで、まあ、引っ張り上げたんだと思います、はい、42歳で中名言になったと、はい、ちなみにこの42歳で中納言になるというのはですね、まあ、決してその遅くはなくてですねお父さんの金家も42歳で中納言になってますんでね、はい、全く同い年でなってますんで、まあ、そんなにあの遅い出世ではありません、はい、全然順当だと思います まあ道綱も、ね、自分の父と同じようにですね、四十二歳で中納言になれて。何かね、ええー、嬉しかったんじゃないかなというふうには思いますけども。でさらにその翌年、四十三歳の時に、なんと大納言、お、になっております。大納言、鵜久大将、春宮大夫ですね。まあ、春宮大夫っていうのは、皇太子のお世話をするっていうね、仕事ですね。はい、だから後の、お、ご一条天皇のね、お世話をしていたということになりますが。なんと大納言にまでなってるんですよね。この大納言になるっていうのは。 本当にそんんなな簡単な、ね、ことではありません本当に貴族の中でもね一握りの人たちがなれる役職なんで、えー、すごいことなんですけども、まあ、そこはねこの道綱の運の良さかもしれませんよね、うん、自分の兄と弟が死んで、えー、さらに他にもね多くの苦行が死んで席が空いてで道長がトップに立ったからですね引き上げてもらえたと、まあ、決してその実力で手に入れたくらいではありません、はいまあ、そのためですね、えー、そんな道綱のことをですね周りの人たちは当然悪く 言っておりました。まあ、特に有名なのが藤原の実助のお、道綱表ですね。これが本当にひどいです。えー、藤原の実助はですね、まあ、生まれこそですね、元々、あの、関所関白をね、排出するような家柄、あの、ね、生まれだったんですけども、まあ、金家がね、権力を握った後はですね、えー、この実助の家、小野宮流というのはですね、ちょっと没落してはいるんですけども、まあ、元々はね、すごくいい家柄ですから、教養もすごくあります。はい。で、まあ、実助自身のですね、まあ、能力っていうのも。 高かったんですがこの異界においてはですね常にサネスはですね道綱に劣っている追い抜かれていくというね状況が続いていましたサネスはクロードの党とか参議っていうのはですねちゃんとやってるんでまあ、能力はすごくやっぱ高いんですよクロードの党っていうのは天皇の身の回りの世話をする側近のあのリーダーですのですごく実務能力が問われるんですよね、はい、能力がない人間には務まらない仕事です、はい、それをちゃんとやってるしで、えー、道綱よりも先に参議になってます でもその時も異界では道綱に負けていました、はいまあ、そういった立場にあったので、まあ、サネス助はおそらくめちゃめちゃムカついてたんでしょうねおかしいだろうとなんで自分の方が能力もあって仕事もちゃんとやって実績も積んでるのにあんなバカの道綱がその骨だけで俺より上の役職ついてんだよふざけんなっていうふうに、ね、多分思ってたんでしょうねとにかく道綱に関することはですね厳しく書かれてます、えー、彼の書いた「醤油記」の中にですね 有名なのはこの一文ですよね。えー、わずかに名字を書き、一二を知らぬ者なりということで、えー、道綱なんかは自分の名前を書くだけで精一杯ではあいつだと。な、ね、んとか自分の名前を儀式の、ね、出席の出席簿なんかに、ね、書くのが精一杯で、一も二も知らないと。他のことを何も知らないと。ダメだ、あいつだと。<laughs> そういうことを書いてます。辛辣ですね、はい。他にも一文普通の人っていうね、風にも書いてますし。まあ、これはもう無学。 相手も何も知らんと何も読めないし何も知らんとですもう挙句の果てにはあんま使わない言葉なんでね僕も最初意味分かんなかったんですけど「祖シ C」っていうのは、まあ、これ「給料泥棒」っていうことですね「はい、ろく盗人」「もう飯だけ食ってると」「仕事せずにいい寝っ転がって飯ばか食ってるようなやつのことを言うらしいんですけどもね極潰しだと言ってるわけですね」はい、とんでもないもうバリ雑言が「醤油菌」には書かれています。 まあこれはあのねネスケ自身のですねその悔しさみたいなものがあるからこそだと思いますけども本当に道綱の方が優れていたらですねサネスもそんなことは絶対書かないと思いますのでやっぱりここはちょっと道綱の能力に問題があったようです同じく正勇気の中にはですね道綱の失態も書かれていますこれはですね東軍の行刑、えー、つまり皇太子がどっかにお出かけするよっていう時に道綱は春宮大部ですし 宇野江大将つまり天皇の親衛隊でもありますから、まあ、この行刑についていくんですけども、まあ、その時になんとですね三ですよ三つは三津穂は右近衛大将だから天皇の近衛隊のもうリーダーをやってるわけですよ。うん、ねそれが弓忘れてくるって大丈夫かって、まあ、確かに戦に行くわけでは、ね、ないんだけども、まあ、その天皇のねそばをお守りする武漢なわけですからね騎士みたいなもんですよ。それが 弓を忘れててくるっ,て言ってねみんなにわ笑われるなんていうことが書かれていたりとか、まあ他にもですね「えー、ハイム」って言って「今日は一日朝廷での仕事なし」みたいなね、えー「政務やりませんって」「一日休日です」みたいな日があるんですけどもその日にですね普通にその側帯姿真っ黒のね服でこの冠つけてるあの姿ですね側帯姿でやってきて「今日休みの日ですけど」みたいなみんなに笑われるみたいなねもうびっちりもうスーツでね決めてねあの仕事場にやってきたら休みだったみたいなねこともあったらしいです。はい で、えー、まあこれ小勇気だったらね。さすがにその三得家のあのー、個人的なね思い入れとかもあるから、まああえて悪く書いてる可能性とかもねあるんですけど、まあ、小勇気以外にもちょっとしたボンミスっていうのはあ見られるみたいで、元、え、気、ー、ですね。藤原の雪成が書いた元気で、えー、この道綱が儀式でボンミスをしている、えー、というね記録があります。まあ儀式の中で、えー、その背拝むときにあの尺この尺をね、えー、本来ならあの持たずにやらなきゃいけないところを え道綱があその尺を持ったままやっててでそれであのそれにつられてその次の人も間違えちゃってるみたいなことがゴンキの中にも書かれてるんですよね、まあ、これはね小さなミスかもしれませんけど、まあ、わざわざ記録に残されてるってことはまあ普通だったらそんなミスしないだろうっていう、まあ、ことなんでしょうねきっとね。まあ、こんな風にですねいろんなこう失態が実際記録に残っちゃってるんでやっぱり道綱っていう人は、まあ、能力はないんだけど骨だけでね出世してしまった人っていうそういう典型例なのかもしれません。 まあそれ以外にもですね、まあ、後世の談話でいろいろね3つのことはですね結構悪くやっぱ書かれています。まあ、それもねその後世のことなんで本当にそうだったかわからないですけども、まあ、悪く言われるっていうのはやっぱりもともとね実績がないところにね、えー、起因してるのかなというふうに思うんですがあ2つばかりちょっとね、えー、僕の好きなエピソードをね、えー、好きなエピソードというかね、はい、2つばかりちょっと面白いエピソードをね、えー、紹介したいと思います。 え、まずは孤児団に書かれているものとしてですねえ。藤原の秋光へ暴言を吐いたよ。っていうねえ、記録があります。はいまあ、この藤原の秋光っていう人も結構無能で有名な人なんですが、まあ無能同士のねえ、悲しい喧嘩の話でございます。えある宴の時に道綱がまあ舞を舞ってたと踊ってたんですけど、その時にあの冠を落としちゃったんですって。 はい、でその当時は元取りっつってね頭のこのちょんまげみたいなやつを人に見られることってめちゃめちゃ恥ずかしいっていう文化だったんですよね、はい、なのでその冠を落としてしまったことでみんなにめっちゃ笑われたんですってで、まあ、みんなにいろいろねバカにされたんだけどこの秋光に言われた時になんか光さんイラッとしたらしくて「うるせえ」と「お前なんか嫁を人に寝取られたくせに」っていうふうに言って場が凍りついたっていう記録が <laughs> あります。 まあどういうことなのかというとこの道綱の妻はですね源知子の妹にあたる女性なんですけども、まあ、この女性がもともとこの秋光と結婚するっていう話だったらしいんですよね。まあ、これは映画物語とかにもちょこちょこ出てくるんですけどもただですねそのあ道長のね多分力とかも働いて知子の妹は道綱と結婚するっていう、ね、ことがあったみたいです。だから あ道綱はお前みたいな俺に女を取られたやつが何調子こいてんだこの野郎ってね言い返しちゃったわけですよねでもさあそういうそういう宴会の場でさあそういうこと言っちゃダメですよね <laughs> 多分みんなもねそれはもう周知の事実で多分みんなもそれは知ってたから2人のねその微妙な関係っていうのを知ってたからあーこれでえー場が凍りついたと結果的にその道綱ひどいやつだみたいなね空気読めないなあいつみたいな感じでえ書かれちゃってるというわけでございます。 まあ,ね、まあその道綱もねみんなからいろいろ言われてねイライラしてたところにですねこのまあ秋光が出てきたからお前に言われたくねえよみたいな気持ちがねちゃ出ちゃったのかなっていうふうに思うんですけど、ねまあなかなか人間らしい話だなというふうに思いますけどもそしてもう一つはですねこれなかなかこれひどい話だなっていうふうに思うんですけどもまだまだ幼かったですねご一体、ね、何をやったのかっていうとまあ道綱はそのね春宮大部で。 五一条天皇に仕えてましたから、まあ、仲も良かったんでしょうけどある時まだ幼いこの五一条天皇に対してですね、えー、砂金あの粉の金ですよね砂金砂金をばらまくとすすすすごいいででよよととと見たたことありますかと言ったらしいんですよねそしたらあ五一条天皇はいやそんなの見たことないよとそれはすごいのかといやもう圧巻ですよと砂金ばらまいたもうね光景すごいですよというふうにちょっとやってみませんかと道綱が言ったと。 で五一条天皇がじゃあちょっと見てみたいっていう風に言ってですねで、えー、蔵からですね砂金持ってこいっていう風に言ってですねその召使いたちが砂金を持ってきますとでそれを実際こうバーっと五一条天皇の前で、えー、ばらまいて見せたんですけど五一条天皇は全然ピンとこなかったんですよね、えー、なんだよこれって別にそんなすごくねえよってね だみたいな <laughs> まあそういうふうに言ったか分かりませんけどね、うん、別にすごくねえじゃねえか何言ってんだお前っていうふうに言ったわけですねそしたら三さんがですね「ああそうですかこれはそれはつまらないものでしたねすいませんじゃあそんなつまらないものは捨ててしまいましょうね」って言ってその砂金を集めてですね「えー、じゃあ捨ててきます」って言って自分の懐に入れたっていうね <laughs> だからご一応天皇騙して砂金を盗んでいったっていう。 まあ,あ,あそういう逸話がこれがああ俗小辞団だっったりとか玉陽っていうこの「玉葉」っていうのは鎌倉時代の、えー、貴族ですね九条金真っていう人物ですけども、まあ、その人がわざわざ書いてるんでもう鎌倉時代には結構有名な話だったんでしょうね道綱がこうやって砂金、えー、を騙し取ったっていう話は。 なこれが本当にあったかどうかっていうのはまあ分かりませんけど、まあ、ただやっぱね火のないところに煙がたたんのと言いますからね、うん、なんか似たようなことをねもしかしたら、うん、さんやってたのかもしれませんよね。はいまあ、こんなふうにですね、まあ、その実際の記録の中でもたくさん失態があって三重家からね散々バカにされてそして後世の談話の中でもですねこんなふうに今悪い話がいろいろとついてるっていうのが、まあ、道綱でございます。まあ、ただ、ね、彼はは周りからは なんやかんや言われてますけどお本人はすごい僕はなんかなっていうふうに勝手に思ってますねい,いね位をもらってますから多分給料もめちゃめちゃ良かったでしょうしで実際そのお難しいね儀式の時とかには何かね理由をつけて「あちょっと今日調子悪いんで」みたいな理由をつけて辞退して代わりにサイエンスケにやってもらうみたいなねことをねしていたっぽいですからあの人に仕事は任せてでいい給料だけもらってでしかもですねその源智の子の妹を。 を目取ってるわけですからね。後期で、えー、年下のね若い妻をもらって、で他にはあ,あの源の賴子、源頼光の娘も妻にしたりとかしてますから、お金にも困らず女の子にも困らず、まあ,あみんなからバカにされてたけど、まあ、本人は幸せな生活を送ってたんじゃないかなっていう風に勝手に思ってます。まあ、今みたいにねエゴサとかがねできるあの時代でもないですからね。 もし多分道綱がエゴさしてたら自分の悪口めっちゃ書いてあるっ,つってすげえショック受けてねなんか病んでたかもしれませんけどあのエゴさもできないから周りが言っててもですね自分の耳に入らなければいい話ですからねうんまあ彼は多分あの幸せに生きたんじゃないかなっていう風に思いますはいえー本日の話はここまででございますいかがでしたでしょうか藤原のつさん非常にね魅力的なね人物として描かれるんじゃないですかねうん上地さんもねやっぱおバカタレントとしてね一世を風靡した人ですからねこの キャラクターすすごく合ってるんじゃないですかね芝居はねすごくねうもう素晴らしいですからね、うんまあ、全然余談になっちゃいますけどあの上地さんといえばね「のぼうの城」っていうねあの映画「石田三成がお師匠を攻めて失敗する」っていうね話の「のぼうの城」の中で、ね、石田三成をやってて、うん、それもすごいよくてうわ上地さんって演技上手いんだなっていうふうにね思ってましたけどもこうやってまたね大河ドラマで見ることができて本当に嬉しいですね。 はいえー、参考文献などはあ動画の概要欄に書いてありますので詳しく知りたいという方はそちらを読んでみてください面白いと思っていただけましたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いするでござるそれではまたお会いしましょうさあじゃ